佐藤すみかです。この動画はさつまいものダイエット効果を爆上げする内容になっています。いやいや、さつまいもは甘くて糖質量も多いからダイエット中は食べない方がいいんじゃないのって思いますよね。大丈夫です。実は超おすすめのダイエット食材なんです。過去の動画でもさつまいもはおすすめのダイエット食として紹介していますが、この動画を最後までご覧いただくと、ある食材と一緒に食べることで驚くほどのダイエット効果が得られるんです。即実践していただくことで、あなたは根本的な痩せ体質に生まれ変わって、健康で綺麗に痩せてリバウンドなし、とても大切な情報をお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。今回の動画では365日毎日食べたいくらいさつまいも大好きな私が、今では10キロ痩せてリバウンドなし、健康体を手に入れた具体的なさつまいもと一緒に食べることでダイエット効果を爆増させる食材を7つご紹介します。あなたが一日も早く人生最後のダイエットにするために、ぜひ今すぐ実践してもらえると嬉しいです。なのでスキップせずに最後まで見てください。人生最後のダイエットにしたいという方はすごい情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのボタンをクリックしておいてくださいね。動画の最後に公式 LINE で腸活で痩せ体質になる有料級の特典を無料でプレゼントしています。概要欄の一番上に受け取り用の LINE も貼っています。特典だけで痩せたという方も多くいらっしゃいますので、興味がある方はぜひ登録しておいてくださいね。それではまず最初に、さつまいもがダイエットにおすすめの理由について3つ、その次にさつまいもダイエット効果を倍増させる食材について7つ解説していきます。さつまいもがダイエットにおすすめの理由1、腸内環境が整うから。あなたもこんなことないですか？例えば以前の私は便秘が原因でお腹がぽっこりと出てしまったり、便が溜まっていてなかなか体重が落ちなかったりと、常にお腹周りや張りが気になって悩んでいたんですが、結論から言うと、そのお悩みさつまいもで解決できます。なぜだと思いますか？その理由をお伝えしますね。それはヤラピン×食物繊維の相乗効果で便秘を解消できるから。さつまいもを切った時に断面から染み出してくる白い液体ありますよね。それがヤラピンです。便を緩くする下剤として知られる成分ですね。また食物繊維は成長効果や腸の蠕動運動を促進する作用があるので、便秘やお腹の張りなどの辛い症状に効果があります。でここからなんですけど、さらにこんなすごいダイエット効果があるんです。例えばこんなお悩みもないですか？ダイエット中空腹感に悩まされたくない、少量でも満腹感を得やすく腹持ちがいい食べ物ってないかな。そんなお悩みを解決できるのがさつまいもの食物繊維なんです。食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。さつまいもにはどちらも含まれていますが、一対の割合で不溶性食物繊維が多く含まれています。不溶性食物繊維は体内で水分を吸収して膨らむ性質があり、少量でも満腹感を得やすく腹持ちが良いという特徴があります。なのでダイエット中でも空腹感に悩まされたくないという人におすすめです。また食物繊維はさつまいもの皮にも含まれているので、皮ごと食べるのがおすすめです。ここまで OK ですか？まとめると、腸内を大掃除するさつまいもを美味しく食べながら、食べ過ぎを防いでぽっこりお腹と卒業できるということです。腸内環境を整えてきれいに痩せることに関しては LINE 読者のみに限定配信している動画で詳しく解説しているので、興味のある方はぜひ登録してみてくださいね。さつまいもがダイエットにおすすめの理由2、血糖値が安定するから。例えばあなたはどちらがいいですか？痩せやすい体と太りやすい体、もちろん前者に決まってますよね。結論から言うと、さつまいもで痩せやすい体になります。なぜだと思いますか？その理由をお伝えしますね。食事で取り込んだ炭水化物などの糖質は体内でブドウ糖に代わり、インスリンというホルモンの働きによって体や脳を動かすエネルギーに変換されます。ですが血糖値の急上昇でインスリンが大量に分泌されてしまうと、ブドウ糖が脂肪に変わりやすくなるため、その結果脂肪を溜め込んでいくんです。なので痩せるためには血糖値を急上昇させないことが重要なんです。でここからちょっと3秒だけ考えてもらえますか？普段食べている白米をさつまいもに置き換えた食事をしている自分の姿、ああこれならできそうって思いませんか？血糖値が急上昇する白米よりも血糖値の上昇が緩
緩やかな低 GI の食品であるさつまいもを食べると丸。またさつまいもに多く含まれる食物繊維は小腸での消化吸収を緩やかにするので、ダブルで食後の血糖値の急上昇を抑えることができるんです。ここまで OK ですか？まとめると、脂肪を溜め込んで太る原因の血糖値の急上昇をいかに抑えるかが痩せるポイントということです。さつまいもがダイエットにおすすめの理由3、栄養バランスがいいから。あなたは栄養バランスを常に考えながら料理をするってできそうですか？例えばお米に汁物、鶏肉、ブロッコリー、トマト、リンゴといった具体的な食材を前に、糖質、タンパク質、脂質、さらに食物繊維やビタミン、ミネラルの適切な組み合わせを考えながら、あれもこれも作ってなんて、これって難しいですよね。結論から言うと、栄養バランスを気にしなくてもさつまいもで栄養バランスが整い、痩せやすい体になります。なぜだと思いますか？その理由をお伝えしますね。ここから理論的な話をするので、ほんのちょっとだけ聞いてほしいんですけど、アミノ酸スコアってご存知ですか？アミノ酸スコアとは必須アミノ酸のバランスを評価する数値のことです。最高値の100に近い食品ほど良質なタンパク質を含んでいるんですが、なんとさつまいものアミノ酸スコアは83と、植物性食品の中ではトップクラスの高さなんです。例えばお米のアミノ酸スコアは65、うどんのアミノ酸スコアは41です。健康に痩せるためには質の高いタンパク質の摂取が鍵となります。アミノ酸スコアの高いさつまいもはまさにダイエットの救世主なんです。で、ここからなんですけど、ちょっと3秒だけ考えてもらえますか？何十種類ものお野菜を一度の食事で準備する、なんとなくイメージできましたか？これって大変じゃないですか？ところが、さつまいもはなんと全てのお野菜を集めて一つにしたのがさつまいもと言われるくらい素晴らしいバランス栄養食材なんです。ここまで OK ですか？まとめると、さつまいもで痩せやすい体を作るための栄養がバランスよく摂取できるということです。さつまいものダイエット効果が分かったところで、一緒に食べるとさつまいものダイエット効果を倍増させる食材を次のパートで詳しく解説していきます。最後まで見逃さないようにしてくださいね。さつまいものダイエット効果を倍増させる食材1、抹茶と一緒に食べる。抹茶って思いませんでしたか？結論から言うと、めちゃくちゃ美味しいです。そして痩せます。その理由をお伝えしますね。それは抹茶に含まれるポリフェノールのカテキンが内臓脂肪や体脂肪を減らし、コレステロールを低下させるから。またさつまいもと一緒に摂ると食後の血糖値の上昇を抑える働きがあるという研究結果もあります。さらにカテキンは老化の原因である活性酸素の除去に役立つ成分です。例えば肌も髪もツヤツヤになって、家族や友達から綺麗になったね、何したの？なんて言われたらめちゃくちゃ嬉しいですよね。特に綺麗に痩せたいと考えている40代50代のツヤプラ世代の方は今すぐ試してほしいです。で、ここからなんですけど、例えば蒸したさつまいもにそのまま振りかけて食べても丸ですが、私のおすすめは抹茶の芋きんとんです。材料はシンプルで、蒸したさつまいも1本に抹茶小さじ1/2、お好みで蜂蜜大さじ1以上をよく混ぜ合わせてラップで包んで丸めたら完成です。この時に使うさつまいもはねっとり系のシルクスイート、安納芋、紅はるかが芋きんとん向けでおすすめです。ここまで OK ですか？まとめると、抹茶のカテキン効果でさつまいものダイエット効果が上がって、しかも肌も髪もツヤツヤになって痩せるということです。さつまいものダイエット効果を倍増させる食材に、きな粉と一緒に食べる。この組み合わせは特に40代50代の女性におすすめです。その理由をお伝えしますね。あなたはこんなことしていませんか？着たい服よりもお腹周りを隠すダボっとした洋服ばかり選んで着ている。それ解決できます。その理由は、きな粉が大豆製品の中でもダントツトップで食物繊維が豊富に含まれているので、便秘解消、デトックスできるから。これでお腹周りを洋服で隠すような人生から卒業できます。また女性にとって嬉しい、女性ホルモンのバランスを整えるイソフラボンも豊富だから、
女性ホルモンのバランスが整うと脂肪燃焼効果もアップするんです。他にも例えばあなたもこんなことないですか？以前の私は健康診断で貧血ですねと言われて、出産する時も貧血だからこの鉄剤を飲んでくださいなんて言われていたんです。実は貧血イコール鉄不足は代謝の低下を招くとも言われ、太りやすくなります。きな粉に含まれる鉄はさつまいもに含まれるビタミン C と一緒に摂ることで吸収率を高めることができます。貧血が気になる人は組み合わせてみるといいですね。私もこの組み合わせで食べることで貧血改善しています。またきな粉と一緒に食べることで肌の代謝が活性化され、綺麗な肌を維持できたり、他にも口内の予防や月経前症候群などを予防する効果もあると言われています。私たち女性にとっていいこと尽くしだと思いませんか？でここからなんですけど、例えば焼き芋にそのまま振りかけたり、蒸したさつまいもを潰して混ぜて食べても丸です。が私のおすすめはそこに藻塩などミネラル型たっぷり入った天然の塩をちょい足しして食べると、さらに旨味が出てとっても美味しいので、ぜひ試してみてくださいね。ここまで OK ですか？まとめると、きな粉の豊富な食物繊維とイソフラボンでエステ級の美容効果を実感しながら綺麗に痩せることができます。体の内側を綺麗に整えることがポイントですね。さつまいものダイエット効果を爆増させる食材3、純ココアと一緒に食べる。例えばストレスでついついチョコレートなど甘いものが食べたくなるなんてことないですか？過去の私もそうなんですけど、一度食べ出すともうやめられない、止まらない、気がつくとファミリーパークのチョコレート一袋食べてたなんてね。このように特にストレス食いしてしまう、そんな方には超おすすめです。その理由をお伝えしますね。それはカカオに含まれるカカオポリフェノールが強力な抗酸化作用を持っているので、ストレスを和らげてストレス食いをストップさせる効果があるから。さらにココアの苦味成分であるテオブロミンは天然の成分としてはカカオのみに含まれている成分で、自律神経を調整する働きがあり、リラックス効果があります。またカカオポリフェノールを摂取することで血液中のコレステロール値が正常値に近づき、基礎代謝がアップします。でここからちょっと3秒だけ考えてもらえますか？あなたがよし早速ココアを買いに行こうとしたとします。そこでいつものお店に行っていざ手に取る時にどんなココアを選びますか？ここが第一、太るココアを買わないように痩せるココアの選び方をお伝えします。ポイントは無添加です。実はココアパウダーと純ココアは全く同じもの。販売されているメーカーによって純ココアと記載されていることもあれば、ココアパウダーの時もあります。さらにピュアココアやカカオパウダーと呼ぶこともありますが、これらは全て同じものです。このようにあれこれ呼び方は違いますが、とにかく原材料がカカオ 100% の無添加のココアを選んでくださいね。そのままふりかけて食べても美味しいですし、ホットココアにしてさつまいもと一緒に飲んでも丸です。ここまで OK ですか？まとめると、特にストレス食いで甘いものを食べてしまう方はストレスを和らげてくれるココアとさつまいもを一緒に食べると丸です。美味しいココアとさつまいもでリラックスタイムを作っていきましょうね。さつまいものダイエット効果を爆増させる食材よ、シナモンと一緒に食べる。例えばこんなことないですか？お風呂上がりでもお腹やお尻に触れると冷たい、手足が冷たくてなかなか寝つけない、基礎体温が36度前後、実はこれ今よりも10キロ太っていた頃の私なんです。もしあなたも一つでも当てはまるようでしたら、このままだと体が冷えているのでいつまで経っても痩せることができません。また癌など病気のリスクも高くなります。ではどうすればいいのか、今からお伝えしますね。それはさつまいもとシナモンを一緒に食べることで解決できます。シナモンは血糖値のバランスを維持し、食べ物に対する欲求を抑える効果があるとして使われるスパイス。また体を温める効果もあるので、基礎体温が上がれば基礎代謝もアップします。体温が1度上がると基礎代謝は12-13%アップすると言われていますので、普段通りの生活をしているだけでも多くのエネルギーを消費してくれます。なので特に低体温の方におすすめです。でここからなんですけど、さつまいもとシナモンを一緒に食べる場面を想像してみてくださいね。どんなレシピが浮かびましたか？例えば市販のシナモン入りスイートポテトとか、さつまいも油で揚げたかりんとうにシナモンを振りかけて食べようかなとイメージが浮かんでいたら、その食べ方は NG です。このダイエット効果を最大限に生かすための食べ
べ方は蒸すかローストにしたさつまいもにシナモンを少量振りかけて食べるのがおすすめ。シンプルイズザベストです。ここまで OK ですか？まとめると、特に体が冷えているなと感じる、また低体温の方はこの組み合わせで食べることで基礎体温を上げて、結果基礎代謝もアップするので、ぜひ試してくださいね。さつまいものダイエット効果を倍増させる食材5つ目、レモン果汁と一緒に食べる。レモンの爽やかな酸味と甘いさつまいもの組み合わせ、考えただけで口の中に甘酸っぱいスイーツを食べているような感覚になりませんか？もちろん美味しいだけでなく、この組み合わせは結論から言うとビタミン C が強化されて痩せます。その理由は主に2つ。1つ目、代謝の促進。ビタミン C は体内でエネルギー代謝に関与するため基礎代謝がアップします。ビタミン C の摂取は食物の栄養素を効果的に代謝し、エネルギー消費を促進する効果があるからです。2つ目、脂肪燃焼効果。ビタミン C は脂肪酸の代謝にも関与しているので脂肪燃焼効果がアップします。で、ここからなんですけど、例えば普段のお弁当のおかずやお菓子の置き換えにも回る。私も娘のお弁当のおかずやその残りを自分用のおやつとしてストックしているんですが、ここから私のお気に入りレシピをシェアしますね。材料はたったの3つ。1、さつまいも1本約 200g。 2、蜂蜜大さじ2。3、レモン果汁小さじ2。作り方です。1、さつまいもを1センチ幅の厚さに切り、鍋に入れ水をひたひたに入れる。2、蜂蜜、レモン汁を入れてさつまいもに火が通るまで中火で煮る。なんとこれだけで完成。私はホクホク系のナルト金時、紅あずまで作ることが多いです。また食べる前に30分以上置くと味が染み込んでさらに美味しくなりますし、多めに作っておいて煮汁ごと容器に入れて冷蔵保存しておくのもおすすめです。私は簡単で美味しく食べて痩せる、もうこの3つを大切にしているので、あなたもすぐ実践してみてくださいね。ここまで OK ですか？まとめると、ビタミン C はさつまいもにも含まれていますが、このようにレモンを追加することでさらに多くのビタミン C を摂取することができます。さつまいも 150g あたりビタミン C が 30mg 含まれています。1日の摂取量は 100mg なので、レモンを加えることでビタミン C を増やして脂肪を燃やしていきましょう。さつまいものダイエット効果を爆増させる食材6つ目、ヨーグルトと一緒に食べる。結論、痩せ菌がめちゃくちゃ増えて痩せます。その理由をお伝えしますね。それはヨーグルトには乳酸菌が含まれていますよね。さつまいもの水溶性食物繊維が乳酸菌の餌になるので、結果野生菌が増えて腸内環境が劇的に良くなります。で、ここからが大事なんですが、普段どんなヨーグルトを食べていますか？私の動画を日頃から見てくださってる皆さんはもちろん無添加のプレーンタイプのヨーグルトを選んでいらっしゃいますよね。ここで一押しなのが脂質の低い豆乳ヨーグルトです。無調整豆乳で手作りヨーグルトが簡単に作れますので、詳しいレシピは痩せるヨーグルトの別動画もご覧くださいね。さつまいもをダイスカットにして電子レンジで柔らかくしてから冷ました状態でヨーグルトに入れると、さつまいものほんのりとした甘さがヨーグルトと合ってとっても美味しいので、もぜひ作ってみてくださいね。ここまで OK ですか？まとめると、さつまいもとヨーグルトを一緒に食べることで痩せ菌を増やしてお腹の中を大掃除、体の中からデトックスして痩せ体質に生まれ変わっていきます。さつまいものダイエット効果を倍増させる食材7つ目、リンゴと一緒に食べる。さつまいもかけるリンゴの組み合わせは便秘解消デトックス効果がすごいんです。その理由をお伝えしますね。突然ですが質問です。あなたはリンゴ1個で医者いらずというイギリスのことわざをご存知ですか？この意味は、毎日1個リンゴを食べると健康になるから医者に行かなくてもいいよという例え話ですが、このようにリンゴは食物繊維が豊富で便秘解消にもまる、またリンゴの皮にはペクチンも含まれているためさらに成長作用もアップします。腸内環境が整えば免疫力もアップして健康になる、結果痩せます。またカリウムも多いのでむくみ防止にもなりますし、体を温める果物なので代謝が上がりますから低体温の方には特におすすめです。で、ここからなんですが、さつまいもとリンゴの組み合わせなんて想像するだけで美味しいに決まってるって思いませんか？例えばお惣菜感覚で
さつまいもサラダにリンゴを追加するなど簡単にアレンジ可能ですし、もちろんそのまま一緒に食べても丸。私はここにシナモンを振りかけて食べることもあるんですが、ホクホクのさつまいもとシャキシャキ感覚のリンゴのコラボ、そこにシナモンの香りが広がって、これがスイーツ感覚でめちゃくちゃ美味しいので、今すぐあなたも作ってみてください。また他にもあなたのおすすめレシピがあればぜひコメントでシェアしてくださいね。ここまで OK ですか？まとめると、さつまいもとリンゴを一緒に食べることで、それぞれの豊富な食物繊維が腸内環境を整え、また体を温めて代謝が上がるので、結果痩せ体質になります。私は腸を整えることで根本的な痩せ体質に生まれ変わるダイエット法の動画を配信してるんですけど、根本的な痩せ体質になるために今回お伝えしたことを今すぐ実践してくださいね。何をしても痩せない、ダイエットは明日からが口癖、結局食べてはリバウンドの繰り返しで薬の量も増える一方、なんて自分は意志が弱いんだろうと自分を責めてばかりいませんか？でも大丈夫です。もう自分を責める必要はありません。だってあなたがお悪いんではないんです。あなたの腸内環境が悪いだけ。いつまでも変われない自分でいるのって辛いですよね。でもこのままじゃ嫌だって思っているから、ここまで動画を見ている。そうですよね、頑張らなくていい。大切なのは具体的に動くことです。そんなあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出しています。私や私の生徒さんたちと同じようにあなたにもできます。自分を信じてあげてくださいね。すぐに実践できる具体的な腸活ダイエットの方法はここからなんですけど、私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善と言っても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますので、お楽しみに。ということで、今回はさつまいもと一緒に食べると痩せるダイエット効果を倍増させる神食材7選をお伝えしました。まとめです。さつまいものダイエット効果を倍増させる神食材7選は、1抹茶、2きな粉、3純ココア、4シナモン、5レモン果汁、6豆乳ヨーグルト、7リンゴでした。まずは1つからでも OK、できることから実践されてみてくださいね。ということで、今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。